はい、どうも皆さんお疲れ様です。タポンです。タポン実況するグランツーリスモスポーツ、今回はデイリーレースの模様をね実況していきたいなと思います。京都ドライビングパーク山際の第2戦目になるんですけども、今回は、予選頑張ったので2位スタートでの、レースになります。乗ってくる車はですね、ちょっとたまには気分を変えてスープラではなくて今まで、乗ってたですね、レクサス RCF のエミール・フレイレーシング2017年モデルの GT3、こちらのマシンに乗ってレースやっていきたいなと思います。全8周になります。まあポジション的にはかなりいいポジションからのスタートになる、フロントローからのスタートになるので、前方の選手を追いかけながら走っていく展開にはなると思うんですけども、おそらく前の選手がミディアムタイヤでちょっと柔らかいタイヤを履いていると思うので、なるべく前半は、食らいついていく形で後ろとの差をね、引き離していきたいなと思います。でかなりタイヤの消費が激しいレースになっているので、そのあたりは2ストップの方もいらっしゃるかなっていう感じなので、僕の場合はもう完全に1ストップ作戦で、ハードタイヤで粘れるところまで粘っていきたいなと思います。さあ前方ビートルの選手になんとか食らいついていきたいなっていうところですね。ちょっとでもただタイヤの、差があると思うので、そのあたりは、うまいこと、走っていかなくちゃいけないかなという感じです。でこの、レクサス RCF に関してなんですけども、まあ、今までねスープラ乗る前まではねこの車乗ってたので、結構立ち上がりだったりとか全体的なバランスとかを把握しているので、結構タイム的にはねスープラよりかいいタイムを出せる時もあったので、まあ、その辺りはコースの特性もあるのかなとは思うんですけども、まあ、ここへ来てこの車に乗ることによってねよりねこう走りやすくなってくるんじゃないのかなと思います。まあ、今回はねちょっとカラーリングを、今まではねちょっとこう黒とかが多かったんですけども、ちょっと赤と、にちょっと統一してちょっと白を入れつつね、そんな感じのカラーリングでいってます。結構カーニバリーの方もねこれ結構まあ大体、まあ、30分45分くらいかけて作ったんですけど、まあ、結構それでもねシンプルでいい形になってるかなと思います。さあ、まあ、結構4番手までとは差が一列渋滞にはなってますね。まあ、ちょっとタイヤの性能もあると思うのでちょっと離されてはいますけど、まあ、ピットストップの作戦でね前には出れると思うので、まあ、なんとか前に出たいなという、まあ、いつのタイミングで入ろうかなという感じですね。あとは自分がミスしないことですね。まあ、ミスしちゃうとせっかくのチャンスもなくなってしまうので。でもレクサスはねすごく走りやすいですね。前がビートル、後ろが、アウディ R8、まあ、かなりレース展開的にはね、まあ、予選のタイムもねトップ4番手ぐらいまではね結構タイム差がほぼ同じぐらいで、後ろとはちょっと差が抜けてるような感じでしたね。まあ、だいぶ1周目ではあるんですけどかなり差がついてはいますね。トップの方が確か DRA ランクだったんですよね。僕まだ B なんですけど。さあここね京都ドライビングパーク、まあ、ちょっと簡単にね、コースの、話をしていくと、まずこれが今1、2、3、4、4段目を抜けて下りながらの S 字に入りますね。ここの S 字はしっかりねブレーキングするんですけど、ここは結構バンキーなところなので、ちょっとしっかり車を安定させないとちょっと滑っちゃうかなっていう感じですね。そして高速のセクションまた入ってきます。後半の高速のターンですね。見ていただくと3箇所大体ね160〜200キロ前後で、回っていく高速のターンが全部で3箇所あるので、そのあたりは結構高速なサーキットかなっていう印象ですね。そしてここ、まあ、まあここもねブレーキング勝負で前には出やすい S 字のところでもありますね。大きく右の旋回から S 字に入っていくところですね。そしてここは上りです。レクサスかっこいいですね。やはりこれ実際ねこのマシンはねエミール・フレイレーシングのチームで走ってる車なので、この車は実際に走ってます。さあタイム的にはね
さあだんだんちょっとやはりタイヤの性能がやはり出てきているので若干ちょっと前とは離されてはいるので、まあ、大きく離されないことを意識しながらね走っているという感じですね。まあ、今回はその全体的な車同士のバトルというよりかはピット戦略というところがこのレースで肝になってくるので、まあ、どのタイミングで入れるのかなというのを皆さんぜひ見ていただきながらですねレース楽しんでいただければなと思います。さあ、後方とも差が結構空いているので本当にこの1番手から3番手まで、まあ、争いにちょっとなりつつありますね。まあ、レクサスの特徴なんですけど非常に高速のセクターですね、こういうセクターはかなり、車がきちっとこうコントロールしやすいのですごく走りやすいなという印象ですね。あとは低速域に関しては結構ブレーキングしっかり決まるマシンなので結構乗り心地としては優しい車になってるかなという印象ですね。さあ4周目からは半分になったらちょっとね、ドライバー支援の方で、ぜひ、ね、この、コースの、ね、高低差だったりとか、車がこうバンプするところそういったところを楽しんでいただきたいなと思います。まあ、このコースは、ね、グランツーリスモのオリジナルのサーキットではあるんですけども、まあ、グランツーリスモのオリジナルのシリーズ伝統の、ね、コースらしいなっていう要素が結構詰まっているのですごく初めてグランツリスモやられてる方で練習するにはぴったりのコースだと思います。結構コース幅も広いので、まあ、どういったラインで走ったら速いだったりとかっていうのも分かりやすいかなと思います。まあ、今回のレイアウトがねちょっと一番長いレイアウトになってるので、まあ、とにかく難しいターンもね何か所かあるサーキットではあるので、さあだんだんトップに追いついてきましたね。多分前の車はね多分タイヤが結構劣化してきてるのでタイム落ちてるので追いついてきますね。まあ、結構今回のデイリーレースのそのレギュレーションでタイヤの消費かなり激しいので、まあ、燃料はね持つんですけどタイヤの消耗がかなり激しい、そんなレースですね。なんでミディアムタイヤだと多分ライフが3周ハードタイヤで5周かなって感じですね。さあこれで前が入りますね。まあミディアムタイヤでしたね。ここは残り2周をなんとかしのぎ切りたいという形ですね。さあ、ドライバー支援に変えたいと思います。これ今ピットストップしているのでトップに立ってはいるんですけども、右下のタイヤですね今ハードタイヤ履いてるんですけどそれでもねフロント側がかなり消耗してますね。多分後ろの方はね多分こうハードタイヤで来ると後半僕がミディアムタイヤなんで多分追いつけないなっていうのが分かってると思うんで多分見た感じ多分ミディアムタイヤ履いててるんでこの時点で僕は多分2位の人は2ストップ作戦してくるだろうなっていう、まあ、1ストップで来るかもしれないけど多分2ストップの可能性が高いなっていうのを踏んでるのでこの2周、まあ、ハードタイヤちょっと辛いんですけどもし後ろが来てもなるべく差が広がらないように走っていきたいなっていう形ですね。あとはもう行かせちゃうかどうしようかなっていうのを考えてます。まあ、追いついてくるのであれば無理くりブロックするよりかは前行かせてタイヤを消耗させたいなっていうのがちょっと狙いとしてはありますね。まあ、この時点で後ろの、まあ、2位の選手がミディアムタイヤで迫ってきてるんで、まあ、ペナルティーとか食らわないように綺麗に前に行かせようかなっていうところを考えてますね。さあここで上がってきて、まあ、結構ね車もすごくねシンプルな挙動なのでなんかすごいアンダーが出るとかオーバーが出るっていうわけではないので、さあ後ろが近づいてきてますね。これで、まあ、ここの下りの S 字が一番怖いんですけどね。さあ後ろにビートルがピタッとついて最終コーナーですね。
さあここでまだ粘ります。ここは後ろが多分今、ペナルティ持ちだったのかな、多分減速してるので多分ペナルティ持ちですね。さあ3番手の選手はハードタイヤでこのタイミングで入ります。僕はもう頑張って粘ります。ここはもう粘りの走りです、まあ、タイヤの消耗かなりきついんですけど、ここは粘るしかないので粘って走ります。多分ミディアムタイヤのライフ考えるとあと1周半とか、前の人は多分持つと思うんですけど、ここでねタイヤ消耗させればね、で後半のスティントのこと考えるとミディアムタイヤで残り3周は攻めれるんで、まあ、ここの5周目はかなり粘りの走りですね。まあ、とにかくタイヤ消耗してるんでブレーキングポイント、あとはシフトダウンのところ今まで2速で入れてたのを1速に入れたりとかしてなんとか、タイムを稼いでいくって感じですね。まあ、ほとんどグリップしないですね。もうこの結構横滑りというかスライドしてるんで、ここまで来るとねこう遠赤使って走るのもちょっと怖くなってくるんですよね。まあ、2位の選手をどうパスさせるか、どのタイミングでパスさせるかっていうのを考えてますが、なるべくタイヤを使わせてパスさせたいので、さあサイドバイサイドになるかな、まあ、ブレーキングアウトサイド、まあ、飛び込んでくるのは分かってたのでここはアウトサイドから行かせます。これでさあこれのポジションは2番手にダウンするんですけど、結構タイヤは使わせたので、まあ、こちら側としてはまあ作戦通りかなという感じですね。まあ、前が2ストップで来るっていうのがほぼほぼ分かってたので、まあ、後ろ3番手をちょっとほっといて、まずここのね、トップ争いになるかなという感じですね。さあここでピットインします。さあピットインです。まあ、緊迫したレース展開ではあるので、とにかくこのアウトラップ、ミディアムタイヤですねで出てくるんですけど、このアウトラップ大事ですね。最初にもうどれだけ、タイヤに熱を入れられるかが大事になってきますね。まだねタイヤ的には冷え切ってはいるので、グリップもそこまでベスト あのグリップではないので、まあ、この週なんとかタイヤを温めて、7、8で攻めていく、残り2周にはなると思うんですけど、あとは前の車がもう多分この週でピットインするんで、あのどのタイミングで出てくるかですよね。ただもう結構もう追いつけ始めてはいるので、さあ結構ね京都ドライビングパークは縁石が高いので、まあ、ちょっとねなるべくこう縁石乗りすぎないようには気をつけてはいるんですけど、そうなると7周目は本当にプッシュするっていう感じですね。まあ、レクサスのこのドライバー支援はねすごくあのいいですね。まあ、スープラと違うところで言うと、結構あのレクサスの方がわりかしこうあのオーバーステアではなくアンダーステア気味の挙動になるので、すごくそのあたりは個人的にはあの乗りやすい車かなと思いますね。スープラは加速だったりとかそういったブレーキング性能もピカイチなんですけど、低速域ですね、特にヘアピンとか、まあ、ちょっとこうアクセル踏むのが早すぎちゃったりとかすると、結構あのオーバーステアな挙動が出る車の印象なので、さあでもこれ追いつき始めてますね。これこれで前の車がね多分ピットインするはずなので、ピット入りますね。トップはさあ僕はこの周かなりプッシュしないとですね。さあここでトップに立ちます。
で後ろの選手が今出てきて、ターン回ってるところですね。この時点でおそらく差で言うと2秒から3秒ぐらいで、向こうはハードタイヤ履かないといけないので、こちらミディアムタイヤ、ここの周囲はかなりプッシュします。もう8周、まあ、ファイナルラップかなりタイヤ消耗するとは思うんですけど、この周でとにかく、まあ、タイヤをね、使いながら差を広げていくって感じですね。もうミディアムタイヤ履いてる時のレクサスのタイムがすごくいいので、さあここで、まあ、差はかなり、開けてますね。この時点でおそらく、3秒前後、3秒でも2秒ぐらいですかね。結構差は開き始めてますね。さあブレーキング、ここはねオーバーランしやすいんでね、ここのブレーキングは。で坂を上がって、35R ヘアピンですね。ここはねある種オーバーテイクポイントの一つですね。ここはね、だからタイヤを存分に使ってね。そしてここ最終の S 字、ここ一番ミスが起こりやすいですね。単独でのミスはこのコーナーが一番起こりやすいかなと思います。そして最終コーナー、ここはね本当立ち上がり大事ですね。ここをいかに早くアクセルオンできるかでホームストレートのねあのスピード変わってくるんで。さあ残り1周ファイナルラップ、ファイナルラップに入ります。さあ視点をね元に戻しましょう。ファイナルラップです。まあピット作戦はこちらがハマってはいるので、なんとかファイナルラップ逃げ切りたいなという感じですね。まあ後ろとはまあ2秒切って1秒8ぐらいまで来てはいるんですけど、まあ、こっちがねもうミディアムタイヤのライブが結構辛いので、まあ、かなりこう抑えながら走ってるっていう感じですね。さあ後ろから来てますね。まあそれでも なんとか踏みとどまってはいるので、あブレーキングポイントもねここまでファイナルラップで来るとあと抑えればいいので、しっかり車をね止めて、走れるところで踏んでいく、そんな走りに変えてます。さあ後ろとはちょっと近づいてきてますね。まあ、結構もうミディアムタイヤのライフ的にはね3周が限界なので、まあ、もうギリギリこう踏みとどまっていくって感じですね。あとはあの自分の単独ミスが起きないように。さあブレーキきっちりして、ここはアンダー出やすいコーナーですからね。さあ 35R、 ここはもう一速まで入れてますね。立ち上がっていきます。この時点でビートルとは約1秒ちょっと、もうワンミスで抜かれるって感じではあるんですけど、さあ一番難しいところ、ここはねかなりビビりながらブレーキングしますね。さあ最終コーナー立ち上がります。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、なんと1位で、優勝することができました。まあ、レクサス乗っててね、良かったかなと思います。あとはこの7周目のタイムがねファステストラップでの、レースでしたので、かなり今回のレースはねベストレースと言ってもいいんじゃないのかなという感じですかね。特にピット勝負がハマったそんなレース展開だったので良かったかなと思います。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、デイリーレース楽しんでいきたいなと思います。
お疲れ様でした。